どうも、ヌルです。戦国バサラ4スメラギ遊んでいきたいと思います。はい、戦国創世極み、前回はこちらのキャラクターを進めましたので、今回は、黒田官兵衛の方ですね、遊んでいきたいと思います。じゃあとりあえず逃げとくか。おお、さすが官兵衛さん、分かってらっしゃる。よし、準備はいいか。お前さんたち、掘って掘って掘りまくれ。大地の真下をとんずらだ。あなたは Get ready、 真田幸村、万全でござる。 OK、 Here comes、 待ってな、デビルキング。おう、そうですね、第1戦目なんか結構大変そうですね。いきなし、こちらに進んでみましょう。聞いてください、利家様。官兵衛は使ったことないですね。結構ツリーとか宴とかやってた割に。お前を終わりに残してしまったこと、償わせてくれ。ついでに小生の枷の錠も開けてほしいもんだ。頼む、どうか邪魔をしないでくれ。てかやばい。さあ、一緒に。てか戦友が。あなたと昔語りしろとは命じられていない。親友はこの人だったんですね。利家様、あなたがここで引かぬとあらば、この侵入者と共に切り捨てるまで。思い出せ勝家、かつてのお前を、それがしと共に歩んだ日々を。かつて深く地中に埋まりし覚え意志、もはや掘り返されることはない。いや、私は傀儡だ。これもただ一時の夢に過ぎない。こんなもんだ。よし、勝つ。それがしは諦めん。また必ずお前の前に立ってやる。こりゃいい。ああ、ダッシュ状態で普通に壊せるんですね、このキャラクターも。小生に負けるとはよっぽど隙がなかったな。ふっいや、小生は隙を使い切ってしまったのか。
策。相も変わらず小生はついてない。掘り進んで顔を出した先が戦場のど真ん中とはな。でもよ、向こうさん相当慌てってたね。だよな。まあ考えようによっちゃ奇襲だったからな。へへ、久しぶりにスカッと。あ、どうした官兵衛さん。なるほど、地中からの奇襲か。これは小生にも月が回ってきたかもしれんぞ。あら、またろくでもないこと思いついたかな。いやいや、おい官兵衛さん、ここはまだ安全じゃない。先へ掘り進もうぜ。おお、分かってるよ。敵勢力に動きあり。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、うわびすけ。近海に巨大な艦影を確認。武田信玄不在の隙を突き、伊賀海へと攻め入りました。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。お尋ね者。お尋ね者。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回は第2戦目進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価等もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。